前高幸がミドルがあるぞ、かわして右足のシュート、キーパー関が止めました。もう一度いった、あよくかました。また雪が高いところでボールを奪って、風間浩也手出して池田も走ってる、風間浩也サバも行きます。上城に上がった、上城だ、さあ上城ボックス入った、逆取った、右足のシュート、ナイスキーパー関下、残した残しました。さあルキアンがパス送って山田ひろきのシュート、ナイスキーパー、二塁上げてきた富田は胸で落とす、シュート打ってきた前川、もう一度生駒かわした、クロスが入ってくる、中央ヘッド、うわナイスキーパー、佐藤選手ではなく神垣選手を残すチョイスになりましたしね。ここは宇高が奪って、キーパーが飛び出しているところ、間もらって長谷川です、広げていって左足クロス、中でミキだ、おお触った関、さあ右サイド、さあ一気に中に入れてきた、逆サイドフリーで受ける、さあここには藤本、ナイスキーパー、最後飛び込んでいきますが鈴木がオーバーラップをしていますけれども、ここから直接狙っていきました。しかし関がナイスキーパー、弾き出したところ、前に出してコーリットの競り合い、稲葉がボールを収めて、鈴木ここはシンプルに上げてきます、井上のヘッドは弾き出しました、関こぼれ球にも数的優位は愛媛です。前のがいくか、忽那がいった、直接だ、変化をつけてきました、ここからどう仕掛けるか、打ってきた、いやいいシュートでしたね。まあ、変化をつけれる選手ですよね、パスで逆を取ったり、ちょっとあさあここ抜けてきました、今日シュート打ってきました、逆サイドよく見ていた久保田、久保田左に展開、山口は守備の時間が続きます、勝負に行ってクロスが入った、ゴール前ヘディング、敵のセーブ、内山が走って、内山だ、やった、ハイボールが上がってくる、桜井が超えたボールはシュートだ、キーパー走った、そして最後はここは中に入るか、シュートへ、ここはキーパー関、サイドにも選手がいます、池田が入れてきた、赤嶺上を越えていく、セカンドボール武田シュート打つ、ナイスキーパー、セカンドボール入れてきてからヘディング、うーナイスタッチ、この自分で打つ、はい、さあここは安藤が体をぶつけてチャンスになる、榎本、榎本ここは敵、